山室軍兵から1940年3月13日は日本の宗教家。説教者。日本人初の旧政軍士官で、日本人初の日本軍国司令官。最終階級は中将、岡山県鉄田軍足安村生まれ。石井十字、アリスペティアダムス、留岡康介と共に、岡山四聖人と呼ばれる。農業を営む山室タスク八、 東網の産卵として生まれた。実家が貧しく、少年時代に足森の親戚筋へ養子に出された。14歳で上京して、築地活版製造所の職工となり、福音教会のロボー道堂に接し、教会主催の英語学校に入学。そこで、キリスト教に触れ1888年に洗礼を受ける。 この頃、徳富祖宝の講演を通じて、新島城の存在を知り、1889年、同志社普通学校に入学。直後、同輩の学生が、山室の郷里に近い高橋で、伝道の実習を行うというので、これに参加する。後数度、山室は、この高橋での、下記伝道実習に参加し、また、石品の中で勉学に励むが、 1894年に、健康を害し、また当時広まりつつあった自由主義進学への反発もあり同志者を去る。その後、しばらくは、高橋キリスト教会堂などで、伝道活動を行っていた。この高橋伝道によって、石井十二、留岡康介、福西四ケコらと基地を得る。特に福西は、当時、教会の婦人部代表であった立場から、 この若き伝道趣味習いの世話を焼いたとされる。とはいえ同志社退学後の山室は迷いの最中であり、その彼の魂の方向を見かねた福西らは山室に高橋の特使家のもとへ婿養子用紙に入ることも進めていた。しかしあくまでも戦況や在野の人々にハベる道を望んだ山室はこれを小事氏当座の自身の置き場として、 石井イルを岡山孤児院に身を寄せた。翌1895年、伊藤溜吉の下で、大工修行をするために上京して間もなく、旧西軍の日本海戦を知り、当時第一小隊長であったエドワード・ライト大佐より、入隊を許可された。翌年日本人最初の旧西軍士官となり、パンフレット、時の声の編集に携わる。1904年に、 ロンドンで開かれた、旧西軍第3回万国大会に出席して、ウィリアムブース大将の信任を受け、さらに1907年のブース来日時には、通訳を務め、日本旧西軍書記長官に任命された。後に、東洋人で、最初の旧西軍長官となり、日本軍国司令官を務めた。平民の福音をはじめ、わかりやすい言葉による著書や説教が親しまれた。 修正にわたり、社会福祉事業、交渉配信運動、純血運動に身を捧げた。1915年11月9日に、乱受報章。1924年に、君六等随報章を受章。1937年には、旧世軍大将より、創立社章を受章した。1940年3月13日、旧世肺炎のため、 東京市渋谷区の自宅で死去。その棺は、勝利、外線と、縫い取りされた布で覆われた。しかし、山室の主張、平民の福音は反国体の書であるとして、死後間もなく発禁処分を受け、旧政軍も同年秋には、日本旧世団と解消せざるを得なくなった。妻の山室き子、山室悦子、この山室武補と娘の山室民子、山室義子らも、 それぞれ婦人運動家、学者、伝道者として活躍した。武補の妻で作家の安倍光子も伝道者。旧政軍日本海戦100年記念写真集10から11ページ、3章。旧政軍は、軍隊を模した組織を取り、軍隊用語を使用して活動しているキリスト教の、教派団体。一と同じハット旧政軍の大将は、名実もに。 全世界の旧世軍のトップであり、現役の大将は一人だけしか存在しない、旧政軍士官の階級と役職の詳細に関しては、旧政軍人の階級と役職を参照、木原勝信、同志社のアイロニー、山室軍兵の中途大学マイナス、新島研究第82号。ピアニッシュも、139から162参照、福西シケこと。 順庄女学校 P177 から185参照、新編同士者の思想家たち上184ページ、漢方第993号、大正4年11月23日。服部と品とし自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧30ページ。 日本キリスト教歴史大辞典1444から1445ページ映画、地の塩、山室軍平。ありがとうございます。